ご視聴くださってます画面前のあなた、こんにちは。パン研究家の内橋です。いかがお過ごしでしょうか。本日紹介するレシピはごまを練り込んだフランス生地。この生地でですね、さつまいもとクリームチーズを考案します。さつまいもの甘みとね、クリームチーズの、ね、酸味と滑らかさ、めちゃくちゃですね、相性抜群なんですよね。で、この2つの組み合わせって、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、知らない人からしたらえって思われると思うんですよ。ですがね、これはね、騙されたと思って作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいですので、ではね、早速にはなりますが作っていきたいと思います。本日使用する食材はボウルの中に純強力粉タイプ ER ですね、あと煎りごまの黒と塩とインスタントドライイーストとモルト水と水になります。まず最初に小麦粉が入ったボウルの中にインスタントドライイーストとごまを加えます。そしてこれらをホイッパーを使ってさっとなじませます。このようにね、軽くボウルも振りながら混ぜると混ざりが早いです。約20秒ほど混ぜると簡単になじみます。そして次に先ほどのボウルよりも二回り大きいサイズの空のボウルを準備してください。こちらに水と塩とモルト水を加えます。そして次にこの塩がね、溶けるまで約30秒ほど混ぜます。こんな感じでしっかりとですね、塩の粒子が溶けるまで混ぜ合わせてください。そして最後にこの2つが準備できましたら、この大きいボウルの方に粉類を合わせていきます。そして次にこれらを合わせていくんですけれども、最初は水分の上に粉類が乗っかってですね、浮いてる状態になりますので、カードなどを使ってそこからですね、持ち上げるように全体を軽くなじませます。で、ある程度ですね、まあ10秒ぐらいかな、混ぜるとこんな感じで生地にですね、ある程度水分がですね、こう馴染んでいくんですよね。で、ここまで来たらしっかりと混ぜながら切り混ぜを行っていきます。そしてね、約30秒ほど混ぜるとこのようにね、生地はまとまってくるんですけれども、若干まだね、粉っぽさがありますし、ポロポロっとしたやつもですね、ありますよね。で、これらをですね、切り混ぜから押さえて混ぜることによって生地を一塊に仕上げていきます。はい、こんな感じになれば OK です。さっきのね、粉っぽさっていうのはなくなって、しっかりとですね、みずみずしい生地に仕上がっております。そして生地自体もね、一塊になってますので、この状態になるまでしっかりと混ぜてください。トータルで、まあ、1分15秒から1分半ぐらいサクッとできます。そしてこのままですね、生地を少し持ってあげて綺麗にまとめてあげてください。こんな感じです。さっとで、生地がね、プリンとするような状態にしていただけるとより良いと思います。ではこのままですね、ラップをかぶせて生地を少し発酵させます。ではですね、時間になりましたのでパンチを行いたいと思います。このようにですね、時間を置くことによってグルテンがね、つながって滑らかな生地になっているのがわかりますね。パンチの方法は、軽くね、手を湿らせていただき、生地をですね、まずこの四方八方から中心に束ねていきます。で、束ねられたらこのままひっくり返してあげて、生地のですね、このサイドの部分を内に内に、底に底に入れ込むようにして表面を張らせていきます。この作業をですね、約20秒ほど続けると、このようにですね、表面がぷっくりと張って滑らかな状態に仕上がります。こうなれば OK ですので、蓋付きのですね、タッパーに移して冷蔵庫で低温長時間発酵に移ります。ではね、低温長時間発酵が終わりましたので、今から分割をしていきます。このように本日は4等分にいたしましたので、今から仮丸めを行います。仮丸めは綺麗な面と、このようにボコッと荒れてる面がありますので、荒れてる面を上にして生地をですね、四方八方から中心に束ねていきます。そして大きいガスが出てるので、軽く潰していただいて手の中で転がしてあげます。そうするとこのようにですね、ぷっくりと張った状態になります。このように綺麗な面と荒れてる面があるので、荒れてる面を上にして生地を中心で束ねていきます。そして手の中でですね、しっかりと大きいガスだけ抜いてください。で、この時にもしね、手にひっついてしまったら、軽くね、作業台にある粉をつけてあげてください。そうするとひっつかなくなります。そして手の中でしっかりと転がしてあげる。
はい、こんなようにしっかりとぷっくりと貼ってですね、張りのある生地になっていればグッドです。ではこのように仮丸めが終わりましたら、ボールをかぶせて生地を少し休ませます。ではですね、時間になりましたので成形をしていきたいと思います。この中にさつまいもとクリームチーズを入れるんですけども、このまま生地を伸ばして入れてしまうと生地がですね少し緩んでしまっていて力がなくてですね、だれた感じになってしまいます。ですので一回生地を締めてあげます。このように綺麗な面と荒れてる面があると思います。で、荒れてる面をですねまず上にしていただき、軽く真ん中をぐーっと押しながら生地のね、この四方八方の生地を中心にぐーっと寄せてきます。こんな感じで、で真ん中で軽くつまんであげて、これをすることによってこれからこう生地がね若干張ってるのが分かりますよね。こっちは少しだれてて、こっちはですね少し張りが出てる感じ、こういう状態にしてから上からですね生地を軽くのしてあげて、こういう風な丸い状態に生地を伸ばしてあげてください。もう一度いきますね、ゆっくり。綺麗な面とこの底の荒れてる面、荒れてる面を上にして真ん中をグーって押すとサイドから生地が上がってきます。で、上がってきた生地を真ん中でつまんであげる。そうするとこのように生地が少し張ります。で、この状態になったら軽く上から押さえてあげて生地を乗せてあげる。こういう状態、こうするとこれをただ伸ばすよりもしっかりとですね生地に力がつきます。このように非常に些細な作業になりますので、これいるのかなって思うかもしれないんですけども、これを行うことによってだれずに釜の時ですね、焼いてる時にポンと上に生地が持ち上がるので、よりですね見た目も、そしてね食感のこう口当たりも良くなります。ですのでこの作業はね、ぜひ皆様も行ってください。生地がね準備できましたら、本日の主役のさつまいもとクリームチーズ、だいたいですね、まあ 1.5 センチぐらいのねダイス状にカットしてます。さつまいもはだいたい2センチ角ぐらいかな、ちょっと大きめの方がいいと思います。で、このように生地をですね、綺麗な面と荒れてる面があるので、荒れてる面の中に入れて包んでいきます。ですのでこのように生地を持ってください。そしてここにですね、さつまいもを入れて、まあ、2粒ぐらいのクリームチーズを入れて、そしてまた上からさつまいもで押さえてあげて、またクリームチーズを入れる。こういう風に少しですね段階を分けて入れていただけると、食べた時にですねクリームチーズが固まってたりとか、さつまいもが固まってる、そういう風にですね食べたら確実にそこにしか当たらないみたいな感じじゃなくて、こういう風に細かく切って入れることによって、食べるところによってその入ってくる食材が変わるから、食べた時にもやっぱ楽しいんですよね。ですので少し手間にはなるんですけども、このようにですね少し小さく切ってね入れていただいた方が僕はいいと思います。ピリングをぐーっと押すと生地が周りからぐーっと上がってきます。で、上がってきたらこのお尻をつまんで閉じ切ってあげる。こんな感じで、ひっくり返してあって軽く転がしてあげる。これで OK です。荒れてる面を上にして、じゃあ今度はクリームチーズ先に入れましょうか。クリームチーズ2粒入れて、で、ここにさつまいもを2粒入れて、で、ここにまたクリームチーズ入れて、上からさつまいも、こんな感じですね。で、これができたらぐーっと押してあげて、押してあげると生地が横から上がってくるから、お尻でつまんであげる。で、この時にあんまりグーッと押しすぎると、そこに生地が入りすぎてしまって上がね薄々なってしまいます。ですので上はですねこう触ったら薄皮1枚っていうよりも、だいたいですね、まあ、5ミリぐらいの生地感があってフィリングが当たるぐらいの厚みっていうのを上にトップの部分に生地を残しておいてあげるっていうことがとてもいいと思いますね。これをしないとそこからグッと上がりすぎて、そこだけ生地がすごく分厚くて上が全然ないとか、フィリングがバーンと飛び出すぎちゃうとか、そういったね要因にもつながるので、ここはですねぜひ押さえておいていただきたいと思います。以上で成形が終わりになりますので、鉄板にですね並べて焼いていきます。では最終発酵が終わりましたので、化粧粉を振ってハサミでカットして焼いていきます。はい、というわけでですね、こちら早速にはなりますが焼き上がりましたので食べていきたいと思います。もうね、ごまの香ばしい香りがね部屋中に広がってて、もう半端じゃないです。いただきます。
こちらが本日焼いたパンになっております。非常にね香ばしく焼き上がっておりますし、触った感じもねクラストが薄くパリッと仕上がってて、中はしっとりふんわりもちっとね仕上がってるのがね、もう触った感じでね分かるんですよね。でね、しっかりとたくさん入ったさつまいもとクリームチーズ、めちゃくちゃ美味しそうでしょ。では早速にはなるんですけれども、割っていきますね。どうですかこれ、この滑らかな生地、そしてしっかりとダイス状にゴロッと切ったさつまいもとクリームチーズ、もう抜群でしょ。どうですこれ、やばいっすよね。あーめっちゃいい香り。やっぱねごまのこの香ばしさって殺人的ですよね。すごい美味しい。美味しい。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱりね仕上げに振った塩が生きてます。クッと締まるんですよね味が。たくさん振ってしまうとねダメなんですけども、少し振ることによってこういう風に味がなんだろうね、こう一段階上に行くみたいな感じ。これはね本当にマストですので、皆さん必ず振ってください。そしてさつまいもはですね、シンプルにふかし芋にしただけですので、さつまいも本来の甘みを感じることができます。ですのでしっかりの甘みのあるですねさつまいもを使っていただいた方が僕はいいと思います。でそれ以外の場合だと甘露煮にして入れた方がさつまいも感は強く出るかなとは思います。そしてそのさつまいもの甘みを支えるクリームチーズ、これなんですよね。これもね調和っていうのはね本当に素晴らしいなって思いました。つくづくね食べてて、いやどうですか皆様、作ってみたくなったのではないでしょうか。ですのでぜひお試しください。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録、そしてねインスタグラムフォローももしよろしければお願いいたします。ではまた次の動画でお会いできますことを楽しみにしております。お体ご自愛くださいね。じゃあね、また会いましょう。バイバイ。